ソテスト接触マイクテスト中です動画ちゃんと止まらずに見えてますでしょうか。大丈夫かな。されてるんだけども、ローカルで見てるとちょっと止まってるようにも見えますね。まあもうちょっと流してみましょう。
We'll be right back.
Yeah.
Hold on.
Round 2, fight!
Yeah!
お疲れ様でーす。AWC2 ランバトの東西線ケイチでございます。現在12名ですね。12名ってことはおしゃれなルールでもやりましょうか。配信は見えてますか？配線はちゃんと見えてるんでしょうか。大会勢が多くてよくわかんないですよ。見えてるのかな。大丈夫。ありがとうございます。じゃあこのまま行きましょうかね。東西線形式です。スーパーストリートファイター 2X が世に誕生してから何周年だっけ、2月23日が誕生日らしいんですね。 X、めでたいことですよ。23年、そんなことないか。いや23年くらいだな。 X 出たの何年でしたっけ。90 95年ぐらい。22歳、94か94だな。23歳ですね。おめでとうございます。じゃあ今日は94ですね。はいはいはい、ありがとうございます。さすが秋葉さん。23年間このゲームをやってるということですよ。でももう23年やってるって人はもうここにはいないかな。いないかも。長いですよ。さあ今日は何をやろうかな。東西線形式で何かやりたいですね。東西線形式で、そうだな、じゃあ取り合いから配信したいな。いつもこうやってチーム決めやってるんですよっていうのから配信したいなと思います。ルール何か希望あれば聞きますよ。面白いのでもいいし普通のでもいいし、面白いのがいい。あれ点数の時いましたっけ。皆さん
くらいね、ぶっ壊れたルールだとなかなか面白いんですけど、そうですね、あんまね、そのキャラクターをいじるのは普段やりすぎだからやめましょう。メインキャラでやってルールが面白いのがいいかなと思います。メインキャラしか使わない人も結構いるもんね。さあ、じゃあちょっと考えます。4速あるな、あるな。ちょっといい、ミネ君飛べるよ。たら負け。4速でやる。久しぶりの4速ですね。昔に兵にあったんですよ、1台だけ。マックス4です。ハイパーの3速と同じらしいです。じゃあ4速で、東西線どうしようかな。この人数だったらできるかな。昔ハナシーさんが考えた東西線ルールがあります。それやってみようかな。4速どう、微妙。特にみんなの意見を聞きたいな。じゃあロジアイはこれラストでお願いします。音速ね、多分見てる方あんまり感じないと思いますよ。見てる方はあまり感じないけども、やってる方はもう、はい、本当数字が早い。確かに。
みんな先止め見せるんじゃねえかなと。懐かしいなあ、あの曲。バルバルステージにしてからやる。採用、採用です。それやりましょう。バルバルステージ4速。はい、あ、面白ルール決まりました。あ、でも。あ、いいか、東西線ならそのまま入ればいいから、いいや。じゃあ、の試合これラストでお願いします。確かにね、最近スピードはいじってないですもんね。関東は3速終了でそれ以外やんないから。本日のルール決まりました。皆さん聞いてます？一生のせいやってっからな、みんな。皆さんの試合ストップしてください。自由すぎですよ、全然聞いてないもん。火で次騒いだら罰ゲーム。世紀末幼稚園どころじゃないですね。世紀末幼稚園というのは中野 TRF でやっていた北斗の拳の大会で、みんなこういう風にこう話を聞かないのでこういう言われ方をしていたんですけど、はい、バルバルステージでやります。バルバルまで やっといてください。で、いや、まだいいよ。その辺もめんどくさいけど、順番決めやってるうちにできるから、とりあえずチーム決めからやろう。のじあいやってモノさん、もうそろそろのじあいやめてください。じゃあやろうかな。6対6、東海戦7対7。端っこのお二人ラブラブなのは分かりますが、この試合でラストでお願いします。あれ、バイバーさん、今日は、結構普通な東西戦です。7対7でキャラクターはどうするかな。自由選択、乱入する時点で決めてよし。順番だけ決めましょう。人間の順番だけ決めましょう。まあ、あんまりサブキャラ使いそうにもないんで、これでいいかと思います。で、ちょっとバルログは禁止です。今日はバルログは使ってはいけません。ダメです。セロのさんもダメです。はい、今日聞いてください皆さん、今日は4速です。
4足ですよ。でバナナステージやります。早いです。ガルシムとか大変だと思いますけど頑張ってください。はい、あれ書いてない人ね、今からちょっと転校するので皆さん、呼ばれてなかったら言ってくださいね。ヒデシュウ転校です。ヒデシュウシャルクーサユーズルモロカワシムバイパー青木サイコロ、はい、焼き鳥鈴鹿手でよし2回転。では、僕がリーダーを指名します。青木サイコロモロ、この2人でリーダーやってください。で、こっち来て、じゃんけんして取り合いから配信いたしますので、あ、聞こえますか？はーい、ボランティア東京マラソン2017、はい、やりますよ。はい、では 1P2P のじゃんけんからお願いします。モロ青臭いことです。はい、これ書いてって前の横に 1P2P 一つ上の男です。もう一回じゃんけんして先取り、はい、さあ青木サイコロが先手、誰を取る。鈴鹿、はい、スーピー側、次のスーピー側、まず鈴鹿を取る。さあ 1P はキャラは自由ですからね。カワシム、ほうほうほう、いや次から、交互に取っててください。まずガルシムを分けた、ガルシム3人いますからね、分けといた方がいいんですよね。青木サイコロは草を取る。モロ君はシュウ、いいのかな、あの人取らなくて、あの人取らなくていいのかな、取らないとまずいである人がいるんですけど。焼き鳥取られましたね。ヒューブル、さあどうする、減ってきましたね。残ってるのがヒデ、シャル、バイパー、でよし2回転。はい、早くもバルログステージに到達しそうなの、負けないでいけるかしら。ヒデ君、僕はねコンピューター戦結構負けるんで、絶対ヒデ君より強いからね。みんなが
曲はどうかしら。よく見てなかった。まあ、後でまとめて。あ、出ます。ヒデ残ってる？ヒデ余ってるよ。ここで負けたらヒデの代わりにコンピューターキャミーが入りますんで。はい、ヒデ君取った。はい、さあコンピューターの剣がヒデの代わりに東西戦に入るのか。だがさあ4作ですからね、見てる方はやっぱそこは気になんないんじゃないかな。対戦はちょっとスピードも飛んだり振るし、さあバイトンの手紙ね。やばいよやばいよやばいよ。さあ取った決まり。はーい、ではですね、ワンピー側読み、あ、ワンピー側読み上げていきます。ヒデ、シュウ、ユーズル、モロ、カワシム、バイパー、ヨシ、以上がワンピー側です。ワンピー側行ってください。ヒデ君は今これやってるから、あ、まあ変わるならいいよ。シュウさんもワンピーだから。スーピー側、シャル、クサ、青木、サイコロ、焼き鳥、鈴鹿で2回転です。分かれましょう。ワンピー、ツーピーちゃんと言って移動してください。 OK、 なななな、待ってる。じゃあこれはカメラを戻して、バルログステージ4速ですよ今。バルログステージに行きそうなんで、ちょっと順番だけ先に決めてください。で、あ、全部決めて。バルログステージどんだけ速いのか。こっちは決まったぜ。
先方の人とキャラの申告です。先方の人とキャラの申告です。はい、ワンピー側はモロザンギ、ツーピー側は青木サイコロザンギ。はい、しかもこれね、緑の取り合いなんじゃないかな。青でしたっけ。青ですか。じゃあ、オッケー、オッケー、殺さっていいよ。はーい。あ、いや、じゃあカードはね、あの、出るときまで持っときましょう。じゃあ、ごめん、カーテン閉めてください。ちょっとカメラ映ってる。ありがとうございます。早く殺して。緊張感が早い。なんで投げる。OK、それでは始めましょう。ワンピー側モロ、さあワンピー側モロ、ツーピー側青木サイコロザンギ、同キャラ戦。早いな明らかに。さあいつもより回転数が少なく見える。さあダブラリの精度には関係ないはず。ファイル死んだが飛び、ザンギ強いかもねこれ。飛びが落ちないどころかしゃがみで食らうまであるという。さあ老人にはきついスピード。おしっかりしてる。さあ技が出なくなって普段以上に両者とも青木サイクロンじゃないんですよ、青木サイコロなんですね。さあスピードでモードが取る。ほら大会で止まってるじゃないですか、青木サイコロで、説明しづらいですこれ。青木サイクロンの偽物です、テイク。さあダイエス入って、おバックジャンプ中段を狙っていく。あースピードが速すぎる、荒っぽいぞ。ブルーダイス、なるほどね。さあ回してモロが、あーあーおーあーあー、荒っぽい試合だな。さあ青木サイコロが勝って、2番手はキャラバチいいですよ。バルログは禁止です。お、来た。ザンギ同キャラといえばこの人なんですよ。ワンギ同キャラ、なんか農業さんクラスありません。まあやられて嫌なことやってきてる。同キャラが得意な人ってあんまりないですよね、このゲーム。おー、テクニさん、青木サイコロが、おー、うまい、待ってた。さあいつもとやっぱり感覚は違うでしょう。差し返しが難しくなりますからね。目の前でブンブン焦るっても大丈夫かもしれない。うわー、速え速え速え、うわー入っちゃった。知らない、全然知らない。さあ勝ったのは青木サイコロ。お、3番足速いな。じゃあカード出た人はカードをこっちに返してください。まあそっちはいいや。早いね。さあ出ないぞ出ないぞ、勝利が出ないぞ。
すがに飛びすぎた。ガチャップ投げとかもあるやん。そうっすワンピー側はシュー、ツーピー側は青木サイコロ。さあ今ブラリー抜けたが、おお踏み込みが超速い。ダブラリー入って、あーいつになったしか速いやるとわかる。ああ、まあ、ダブラリーを蹴っ飛ばすのもちょっと難しくなるんではないか。ダブラリーみたいな精密なキャラはもうボンボン飛んだ方が楽になるんじゃないでしょうか。さあ速い中でも足払いをしっかり使いこなしていく。シュさあ足返していく。このスピードで若さを出していく。いい踏み込みだったが、おお、さあ勝利を払って、さあ青木最高の2連勝で止まる。さあ2番手がシャル。さあシャルバイソン、うわーうわー、バイソンやばいですよ、はい、本当は一番やばいのはバルドグですけど、あ出ない、やばいやばい、2回やばいって言ったよ。おー、ここはアッパーで昇竜ストップ対応ですね。仕込めなかったかな。おお昇竜が出ない、早すぎる。こんばんは、本日は結構普通の東西戦なんですけども、キャラクターは座った時点で決めてよし、そしてバルログステージの4速です。普段やっている X より体感だと 1.2 倍ぐらい速いです。体感だとね、そこまではないはずです。グランドストレートが見えないので先に動くことになりそう。そしてバイソンの飛びとかがね、大変な脅威です。さあここで、おー釣り、クレイジー、ナイスガード、ガードした、ヘッド、おー下げ込んで、うおー、おー歩き投げ、どうした、アルバソ負けてしまう。へー、ダルシムです、多分ダルシム。これ一瞬で割れない。バルドグステージが一番速いです。はい、さあ後ろで見ているダルシム自体が泣きそうな顔しているこんな無理だろうと。このスピードで TBS されたらたまたまじゃないですよね、絶対死に来るし。おさんうまいですよ、おうまいな今の。ルーダルシムが、おお対空しっかりして、あーこれはナイスリボーン、お見事早すぎて出ないと。え、カワシムカワシムカワシム何使う？よいしょ、さあダルシム、いやこれねやってみないと分かんないんですけど、スピードが速すぎてねコマンドが正確に出ないんですよ歩き昇竜とかなんかマイクアップ召喚とかなっておいおいおいとこれはかなり難しいですよ。
これかわし抜く向きのスピードですよ。このスピードで正確にコマンド出すのは結構インフェルノは難しそうですね。難しいと思います、ね、さあということは、おお勢いで押していくペガズスピード。これ一番スピード速いのってこのステージです。ダルシムステージよりも速い。ここが一番。なるほど。2番目が今さんとこによるとサガットだったような。サガットも速いですね。ホンダが一番遅い。ホンダ遅いですね。まあ、皆さん好きなのかも。キャミーステージ、キャミーステージあそこはねちょっと遅めで見やすくていいです。まあブランカーステージも結構みんな好きかな。うん、おーっと最後投げて上から行って固める。おーおっと、楽しみだ。もうラッシュ仕掛ける。突進キャラ見えるぞ。投げるポイント、投げてナイス。さあ、2回転いや、ホンダ入れるな、2回転ミカさんはね、何使うかね、バルログ以外っていうか15キャラ全部使えますからね。まあ、まあ、まあ、ザトに、でも、まさかまさかまあ、バイト、お、ここは普通にバイトですね。これ2回転でございます。はい、2回転対カワシ、カワシ。さあ、バルログステージ、カーボ4。何組だかわからないが、本当に再現するとめちゃめちゃ早いです。いや、これ前、僕、前ここに東大戦ミスターのガリシー・リューって言ったじゃないですか。はいはいはい。と、エミュレーターちょっと使って、カーボ4やってみたんですよ。超速いです。超速いですよね。やばいっす。あーやばい、これはどうなる。うわーっと、タクタラ。おお、どこでインフェルノ。浮かせにファイヤー打つと危ないが、危ない危ない危ない。いやまだヘッドからこのまま、おーまーしっかりと冷静に中キックかな、小キックで落として。あそこファイヤー打ちすぎるとクレイジー食らうっていうリスクがありますよね。まあ、やっぱりちゃんと見てますね。さあ、ブラストが強い。あ、うまくない、食らでかい。このまま画面端に追い込んだが、あーちょっとダウンはでかいぞ。あグランド食らって、おお、でかい短パから、どっち？うわこれは、ああ、ケネディがグランド行って、今も多分テレポ出そうとしてますよね、おそらく。多分グランド出すことは。いや、これね、もっと取り突っ込んで、これ安定取るか。いやー、ヘッド食らって、うまい、どう、お、さあ、ゲージが溜まってるバイソンなんで、これは、ああ、チューグランド、どうなの？おお、よくやっと勝負だから、どっち？切開して、おー、出た、メルカが過ぎた。勝ったのは2回転。さあ、5番手はバイパーさん。バイパーさんが何で来るかですね。いや、今の熱いですね。やっぱ、カーボン4、バルログステージ。1.2 倍の補正がかかった状態でのこの対決、やっぱりバイパーさんは俺たちのコース。バイパー対2回転、今、5対4なので、ワンピーがちょっと劣勢ですが、おーっと、これはアントミで、わーっと、これ、もしかして、ターボ4だから回っていけないとか、そんなことか。いや、今、たぶん、ひょっとしたら、急ヘッドで、ユーバーさんヘッドやる感じ、それで投げちゃうから、ね、まあ、やはりステージ補正が早すぎる。いやー、あ、なんていうのは、いやー、ジャンプ見てからね、ダッシュグラ、ダッシュアッパーですね。はい、あれが結構強いですね。おー、はいですね。いやー、見てますね。カーボフォーでも冷静に見ている。あー、見ている。どうする、バイパーさん、おー、これは投げる。おー、よー、死んだ。おー、これが俺たちのバイパーですね、本当に。シングル俺たちが決まりまくる。いやー、あれがきつい。水からダッシュアッパーがきつい。そうですね。いやー、2
見ている。おっとおっと、アントジー失敗。これはステージのせいか。アントジー失敗はやばいですよ、このステージは。おっ、こけて回して、台で、あ、出ない、出ない。お前らもあるよ。うわー、えっと、ここが神ラル。危ない。バズ4ルールです。さあ、6番手はユーズルさん。ターボフォール、ターボフォールで、さらにバルロードシーズという、とても前に入る。これ、ヒル対象です。バレた。はい、これでバレましたね。ヒル対象です。あるから。さあ、歩いて投げて、画面端追い込んでるのは GJ。さあ、ヘッドちゃん見てから、ジャックで返して、自宅の差を見せて、おっと、これ投げ返す、バイソン。おはが気まずいが、どうなる。あーっと、っと踏まって DJ が溜まる前にやっつけたい。さあ、残りゼロドット。しかし、おーっと、おー、リーケ大ジャンプキック、かっこいい。あれ、しゃがみでも食らうんですか。あれ、なんか中段らしいです。あ、中段、マジか。距離によるんじゃないですか。へぇ、投げ返しを読んでから。あ、なるほど。確かにあれ、投げ返ししたくなる時もですからね、心理体力ですから、音が。ジャンプ避けてうまい。これはまだ一ドット残る。別にガードうまい。ガード。さあ、掘って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 。必要な芋掘りでフィニッシュ。さあ、第3ラウンド。うっ。いやー、見られてる。大丈夫だから。おー、こけた。あー、来た。入ってしまう。ロッキーとでかい。しかし、アントミリス。これがステージと速さの補正。ユーゼルさんも気まずい。あ、1位。あー、ダッシュアップ持ってきた。しかし投げる決めた。さあ、5番手は鈴鹿ダルシム。鈴鹿さん多分ダルシムだよね、どう考えても。ってことは残ってるのはアンタさんと、さあ、5番手鈴鹿ダルシム、6番手のユーゼルさん。最近このカードもね、はい、おーっと飛び、ナイスなのか。これはガード、これはレンガになるので落ちる。レンガにならないとインフェルノワラレがあるので、それが怖い。おーっと、これは決まり投げには投げられず、おーっと、引っかかる。おーっと、よく拾う、引ける。正面、あーっと、投げ返して、危ない危ない。よくピヨンなかったな、あんだけ食らったのに。いやー、やっぱりピヨン。ガード、トップの体力は DJ がちょっと勝っているが、これで大幅リード。しかし、どうだった。なんとダルシムが勝っている。ゼロゼロが長い。ダルシムが有利でなくなってっぽいですからね。あ、そうなんですね。まあ、ダルシム有利は当然変わんないんですが、ただ DJ 側の拳銃がかなり強い。そういうこと。おお、はい、もうほぼほぼいけるが、あ、返す。今のコスラちょっと危ない雰囲気がありましたが、よく投げましたね。コスラインフェルノの可能性もありましたが、まあ、あの局面でキャンセルはできないんで、はい。さあ、あのスルドリからのブラストまでの連携がきつい。やばい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 。さあ、これで一発だけ当てられるだけでもね、かなりでかいんですが、どうなる。投げるガード。おーっと、うわー、あー、ダーピッチョン。これはインフェルノですね。あの、アントニのタイミングミスるよね。さあ、ワンピーが対象はヒデ。さあ、ヒデ大将あるよ。これは回ってこないぞというスピーガーの意見がやりたかった。
アスレチュンに大将を任されるほどに成長したのか、果たしてこれがワッピー側の煽りなのか。まあ煽りです、煽りです。まだそこまでは示されてないの。いや、まあ、多分おそらくダルシムが危ねえ。今のめくり中キックなんで、うまく読んない。サインプレーのガードをして、ダメ、投げを、すぐ飛んじゃう星人。先月打たなかったですけどね、先月の対応に対応するに決まってるので、それを刈り取ればいいだけなんだと思うんですよ。さあ画面端で、ああプレーヘッドを取れるね、削って削って、あっとさあとりあえず、まあ1周目は勝ったのは 2P 側、 2P 側。じゃあ組み分けこのままでもう一周しますか。うん、もう一周しましょうか。したら、いや、これもフルカタルシもそのまま、あ、そのままでやると、そのままで、順番変えてってことですか。うん、ワンピー側順番変えて結構でございます。あ、もう好きな人入っていいかな、これは。さあ、ワン、1周目これがね、一足のホンダステージやろう。なるほど、面白いねそれ。ここでルール改定です。あ、これもいいや、うん。次はなんと、まあ、今まで、ターボ4のバルログステージでやってます、はい、バルログ禁止ではなくなりましたけど、ホンダ禁止です。今度はホンダ禁止、なんとターボ1のホンダステージ。これあの、この方が、はい、これ逆にあのコマンド早く回しすぎて今度技出ないとかありえそうですよね。あ、変わんない、ランダム、ランダム、ダメや、こんな人。さあ、ホンダステージ出るまで少々お待ちくださいね。ターボ1ですよ、ターボ1のホンダはちょっと自分経験ないですね、やったことない。これ逆の方が良かったかも、一足の遅いとこから、あ、先に一足やってから、頑張れ、ホンダステージ引くまで少々お待ちください。3周目、早い遅い、早い、早い遅い、早い。これさすがにけどハイパーの一足よりか早いですよね。ハイパーの一足はマジ遅いですからね、あれやばいですよね。あれ初代のスピードじゃないですか。初代より遅いっていう噂も初代ぐらいありますよ ね、 けどね、初代ぐらいだと思いますよ。1周目ホンダはペイロンとか出やすくないですか。ホンダ出やすいとか気にしたこともないんだけど、ヒデ試しにフェイロン使ってみて。1試合目ホンダありますよね。あると思います。テーブルがあったと思う。なるよね、うん、あったと思う。さあ、一足のホンダステージです。持ってないな。もう16回ぐらいやったんじゃねえか。運が悪いぞ。ホンダ禁止ルール、ふさくんがちょっとおわいってなってましたね。ふさくんサブキャラでホンダすごい使うんでね。出ないな、竜は出ない、竜は出ないらしい。僕そういうの全然知らないです、コンピューター戦に関して。キャラを残儀、残儀あるな。ジャパンないね。ジャパン、ジャパン、いや、一人目ホンダあったと思うんだよ。あると思うよ。イングランド、ケン、ケンはねホンダないんじゃないの。
なんでみんなそんな詳しいの。おい、合気使えって言ってるぞ。そう、ヒデ禁止。ヒデくんが弾けないから他の人に触らせろ。ブラゼル出ないな。ブラジル多いね、フォークだと。こんな両方選んでもこんなステージならないんですよ。あ、なるか。じゃあ、ホンダを生かした状態でそこに到達しないといけないんで。フォークはあるらしい。とりあえずそういう情報が入りました。フォンコールという正月。長田正月に電話しろと。ニューステージも遅いって言ってもね、ホンダステージの日じゃないんですよ、やっぱり。あ、圧倒的にホンダステージ圧倒的ですね。ブランカもかなり遅い気がするけどな。あのホンダステージはホンダステージのあのエフェクトとしてあるあの水滴ですか。あれがたまに、あれがいけないですよね。あれがさらにスローかかるっぽいんですよね、あれやるときに。あとさあ、他の人ちょっと協力してあげてください。キャミンステージもなんかあのオーロラでちょっと遅くなることがあると思うんですよね。さあ、セロさんが一発で引くのか。引かない。もうなんかとりあえず CP 優先でバンバン行った方が早いんじゃないかっていう、そうかもね、意見がありますな。でも出るかどうかはランダムですからね。そうなんですよね、うん、こっち回した方が早いと思います。 Round 1, fight! いや、絶対回した方が早い。本田以外のキャラでどんどん入っていけば最後の全然本田になるんじゃないですか。ない場合があるから、ホンダが出ない場合を引くと寒いんですよね。そのテーブルにいるかどうかは僕は全然知らないです。リューステージ、いや次に遅いのブランカじゃない。ホンダの方がいいんだけどな。あの滝間さんがね、どっかにリストがあったらリストを持ってるんだけど、ホンダ使うなよ。なかなか出ませんね。もう10分ぐらいやってる気がする。合気をまず出すまでにちょっと時間かかるんですよ。なんで滝場に書いてねえんだよ、使えねえな。って本人が言ってますからね。本人が自分のホームページのことをなんか文句言ってますね。メキシコダメ、ジャパンです。ジャパン怖いですね。さあ、なんかオカルトが始まってますよ。いわゆる都市伝説が。乱数調整。それはあるかも。足すみたいですね。サードだとね、スーパーアーツを決めるときのボタンで決まるんです。あ、そんなのあるんですね。はい、はい、ヒデ負け。だこれで行った方が早いのか、これで次ホンダステージ出ればいいんですよね。ホンダ出ないことあるから、これ何年ホンダに、あ、そっか、ちょっと何だろうね。このテーブルにいるかどうかですね。海外勢が困惑してますね。理解してるな。理解しますよ。ジャパン、おっと、ジャパンだがニューステージでした。ハズレです。いや、
それはそうなんですけど、ホンダが出ない可能性もあるんですよ。 CPU 戦のテーブルでホンダが出ないことがあるんで、出ないことが多いんです。戦うよりは早い。確かに竜使って。違う。コンピューター戦よりは早いね。はい、これ早い。これターボワンじゃないんじゃないの。理想になってる、なってるさっき3つになるんだ。はい、それか、チュンリーの悲劇減りすぎだろ、これ減りすぎだろ、俺なんだこの技。チュンリーの悪口はみんな言いますから、大丈夫。あれ、弱攻撃です。さあ、DJ DJ ですね。うん、これ回すと、これでついてなかったらリセットの方がいいかな。後半コンボってあんまりいないからね。はい、これ CPU 戦ランゲで浅いことがあるんですけど、はい、ランゲスだってなんかホンダ出るのも高いんだけど、ねえ、残機使ってると結構早めにホンダ出てくるんですよ。ホンダ出ない、まあ、ひょっとしたらステージ5に出てくるんじゃないかと。なるほど、多分ホンダエッジプロバボディキャミー入ってください。バキューン、はい、バイタル、まあバイタルを吸い込むって言うんですよ。減りすぎだろこれ。本番しか押してないのに92秒しかない。さあこれで出てくるか、ホンダ。さあ出れば OK ですが、さあおステージ5かステージ6に出るんじゃねえかと。そう、俺はかけるよと。おい、メキシコ、今メキシコですよ。このキャラはね、キングコパン3回入るから。減りすぎだな、本当に。弱パンですね。連打キャンセルが効くんですよ、この威力で。3回入ります。もうガルシマの中攻撃ぐらいは余裕で入ってますね。さあ、次がステージ6です。本番出てくるんでしょうか。イージークッキープラスパスさん。ああ外れたか、これは分かんないな。ちょっとこれでもしてなかったら次ちょっとザンギ使ってくれる。ザンギ、うん、ザンギ使ってて結構ホンダ出てくるよ。どうやってテーブル決まるんだろうな。竹馬さんのところに入ってないわけだ。キャミーの後はホンダが来て、その後にフォークの後にホンダが来る可能性ある。へぇ、 N ガイルのここに来てるね。さあ、ステージ7残儀でした。リセット、多分出ない。残儀。おっと来たんじゃない、これジャパン。あなんだの、惜しい。キンジェパン、こんな作り2回いかないですよ。あ、じゃあもう2の後は直後はないです。直後はないけど3番目ぐらいにありそうですよね。こんな、なんでこんなね、レアキャラ。フォークか、残業結構出るよ。1人目で出る、1人目で出る。反響で勝つのも嫌がらせじゃないですかね。まあそりゃそうだわ。なかなか出ないですね。本当ですよ。この技は減るな。減りますよ。しかも意外
外に意外にあれは面白いですね、ハイパーの一曲は。ダンクドキャラだとめくりボディ、金中パン、キーチューパン、ダイヤスされて半分順番は、開幕はさっきの鈴鹿さんで、順にヒデが入ってその場で入ってよし、楽しいで OK。 まあでもキャラクターも裏側ですからね、ルール忘れそうになったじゃないですか。ヒデくん、これ 2P でやってみね、 2P で始めてみない。あー、じゃあリセットして、いいよ。フォーク、フォーク、フォーク、フォーク使いが一発で、おーっと来たかー、来たね、これ来た、やっと出ましたよ、やっと出ましたね。じゃあ、ワンピー側、ヒデ鈴鹿、ヒデ君は、今年はもうスロットとか行かない方がいいんじゃないかなと思います。スロットとかやめた方がいい、交通事故に遭うよ、多分運が悪すぎる。いいから普通に殺してください。これ順番も固定？順番は逆でいくね。いや逆とかなしで、今度は好きな人が入ってください。ヒデじゃなくてもいいと思う。いやヒデ君は、ユーズルとして指名されたんです。ああもう前がいけんの。なるほど、行きます、そけということで、じゃあ大変長らくお待たせいたしました、始めていきましょう、はい、じゃあ2周目ターボ1のホンダステージということで大変お待たせいたしました。あ、珍しいですね。ラウンド1ファイト。さあ2周目です。スローマンさんが言ってたらしいよ、ごめんね。はいですか。さあ、おっせおっせな2秒ぐらい飛んでますよこれ、遅っ。これは削り角ですね。ブラストに戦術。さあ、さっきは鈴鹿が勢いもあり勝ちましたが、完全にその勢いがなくなっている。スピード緩いですからね。スピードも緩いし時間も経ってるし。さあこれは、おお、マジで、そっからだ。ああ、大惨事。はい。さあヒデが勝って、スーピーが誰いきましょう。まだまだ出てないから行きましょうよ。出てない人。まあ、こうなると、スーピー側は焼き鳥くんと残ってんのがふさくんですね。おっと、ホーム出す、おっ、エースだー、来たー、珍しい。ラウンド1、はい、さあこれはこれ焼き鳥ソータ相当久しぶりですね。フォークを使うこと自体が相当久しぶりなので、逆にヒデはずっとやってたぞ、うまい。さあしかしおっせえな、このステージ。うわ、対応が簡単。おお、克服したのか、うまくいなくなって、完全もう抑えて見てたのが余裕なんだよ、ね、なるほど、ひょっとしたら。さあ、竜橋キックも楽勝で押せている。うまいですね、ああいう手向けですもんね。あっと、まあ、うまく逃げてくる。さあ、今度のダイブはもう無理してないですね。さあ、だっ、あーっと、これはやばい。トマホークが焼き鳥っぽい、まだ飛ぶ。おー、バレてるんだよと。積極死ぬんじゃないか。まあただあの距離だったら姫無理に戦術出さなくても多分一回は逃げれたっぽいですね。ちょっとあの距離多分歩けないと思うんですよね、フォーク側は。しかしこれは焼き鳥やばいですね、やばいですね。さっきはこっからうまく持ってったが、これは来たか。おー、あー、おー、おー、おー、死ん
ーか。あーヒデ死んだ。結局結果はみんな知ってたが、さノーエスケープ。そうですね、ノーエスケープ。さあ誰が行く。焼き鳥にかぶせられる人なんかいないぞ。いないぞ。ユーズル君しかいなくね。誰が行く。ユーズル君出したくないんだけど。あ、じゃあモロ君行く。じゃあモロザンギ行くようですよ。モロモロザンギなくてもいい。ザンギじゃなくてもいいよ。ザンギじゃなくてもいい。そうさあ、モロザンギが行く。次決めといてね。まあそうですね、話し合いをしといてくださいね。焼き鳥ザンギはもうちょっともうエソークではもう本当にもう年一ですね。年一レベルですね。世界一なんじゃないかと。まあそれかヒロヤンかね。ヒロヤンかもしれない。ヒロヤンもやんですからね。おーっと回す。あはははは、滝がまでかいて誰か永田正月を呼べと電話しましょう。電話してどうすんの。さあおっまっすぐ行く。このまっすぐさがモロ君いいところですね。じゃあ断言まっすぐさ必要ですよ。はい、ジャックヒット当てて下がって何も起こんなかったらしょうがないですから。そうなんですよ。別に大して美味しくもないんで、うん、別にそうです。さあいい、ね、これはありそうだな。外野しっかりと死なない体力で。さあモロどうする。守ってもしょうがないぞ。ミドルが当たる。うまい。ナイス飛び。おおダブルアリー。うまい。モロザンギが1本取ったぞ。ありますね。大対戦の前半常連、これが焼き鳥を殺したとなればかなりの大事。これおお、マジか。発祥感で何なんかシャラミコキックの2段目です。一方がしました、ね、一方がしましたね。やばいな。あーっとコンドル、おあっと歩きたい風に行ったか。今いろんなことを考えてます。遅いな。しかし残り一度ずつ、これはちょっときつい。おーちょっと神様強さあ、タッチシューキック。あれケイチもあれしか振ってなかったですね。さあ、これヨシさん行く。さあ、誰ホンダを使うとか。何を使うんだ。剣。いや、これ S 剣。 S 剣か。ヨシさんやったらこれね。おっ、あれね、エスケン有利かな。エスケン有利だと思うんですけどね。さあ、中小流知ってますよと。あれ、表なんですよね、多分。あれ、わかんないんですよ。わかんないんですよ。打ってる側も自分も使ってますけど。竜巻。おお、明日な。明日な。明日まで使われると、フォークは本当に汚れなくなります。ワンピー側、よし。おー、一方がし、無敵勝利。よし、ワンピー側、よしです。よしさんの、オールドエスケンです、オールケンですね。さあ、4段入って中勝利はガードしてから歩きたい。さあ、完璧。もう一回完璧このスピードでも完璧。キーハーウィン。ラウンド3ファイト。さあ、明日だ。スイジャントキックだいぶ辛いですね。めちゃめちゃ減ってません。めちゃめちゃ減ってません。危ない。カドウケン、うまー。ダイヤスしかして歩きたい分。さあ、勝利。あーっと早い。危ない危ない危ない。2段入って、さあ、詐欺飛びのタイミングが全然違うぞ。さあ、今度入っちゃった。さあ、さあ、ちょっとこれはちょっとスピード効果か。スピード遅すぎて。どうなる、どうなる。ゴール。おーっと、これ勝ったな。よしですけん。さあ、誰行こう。あ、そうだね、2段しかいないですね。飛んだ禁止だよ。使わないってなんですね。
さあ、ここ出てくるのが草くんです。これで 2P がやっと1周が終わるところですね。いやー、それに対して 2P 側は、もうすでに2周目の2人目、3人目です、ね、おー、今もようやった、まあ、このスピードアップも余裕です、ね、余裕です、いや、遅いなー、あれは辛い、あれは辛い。ただ、あの S 剣の場合、スピーの踏み込みしゃがみ強いじゃないですか、はい、しゃがみ壊しが、こうが強いです、止まらないと、そうですね、ヒュークはヒューキックはちょっと怪しいですね。だからしゃがみ壊し、あーっと勝利出ない。自分は S 剣使ってるときに強いんだけど、大したダメージはなんないですけど、ここがメルケとして、しゃがみ壊しキャンセル、それやってもしょうがないよと、はい、下がれないのジュエルからね。しゃがみ壊しキャンセルハートとか使ってますね。あー、うまい。さあ投げてダブルシャットでいく。あー、エッジオッケー、 EDS。 ヨシさんはヒデ君とそれこそ、いや、もう毎週何万試合やってるかっていうぐらいの、はい、絶対対魔してますからね。もうね、すごい東大戦の40人くらいの時にヒデかヨシ毎週やってる、毎週やってますね。もうやんなくていいだろうってヨシさん言ってるんだけど、お互い研究が、いや、ヨシさんはやんなくていいって言ってる。もういいだろうって。おっと、あー、ビヨンない、あー、ビヨンない、リーチ、お互いリーチ。さあ、さあはどうする。あー、熱い、熱いよ、これは鮮烈が止まった。じっくり避ける。あー、あー、あー、出てない、出てない。あー、鮮烈出ない、お互い死んだ。これはこれ止まったな。ダルシム出したいですね。じゃあこれで 2P 側は2周目に入ります。まあ、失敗した、そうだ。もういない、もういない。さあ、ここは当然かぶせますよ。ヨシエスケンがやっとレースホーク、クサとボスクラスと素晴らしいですね。これはおーっと、サガイスーパー2勝利当たる。さあ、ヨシさん、誰とダルシム戦やってると思いますか。誰だったんですか。2回転ダルシムです。今みんな失踪したんですけど、おーっと、意外に、意外に、トヨさんともやってる。トヨさん苦手って言ってたね。トヨさんいますよ、あ、見てます。トヨさんいると思うよ。え、トヨさん S 剣が苦手なの。だって逆や、トヨさんが、トヨさんの動きやね。おー、レイバダショール。今のはツースラに確定なんですかね。ツースライディング、メリットがけど、何もそうだった。押せるからこその読み合いもあるので、ありますね。さあ、もうもはや誰もスピードを気にしてないが、よく見ると遅いです。さあ、よく見なくても遅いです。遅いな、これ。さあ、波動拳の大事なうち、まあ、あれはダメです。おお、あーあー、なるよ。あー、まだまだわかんない。あー、これは冷静に勝すら。あそこはダルシャン、ダルシム使いはしゃがみジャッカー短い方を擦りたがると思うんですね。そうですね、中勝利じゃないと当たんないんですよね。当たんないですね。さあ、ハロー見てから、いや、今ライディングやってきたが、ライディングやってきた。あ、投げられる。さあ、強化投げたいぞ。キーダルシムがふんわりジャンプ、うっせ。さあ、大変ですね。さあ、さすがに低い。ああ、ゆうち、やったどうだ。仕事しましたね。さあ、これで4対4で並びましたね。誰が行く。ラウンド1、はい、いいよ、いいよ。
パイソンとは限らないよ。さあここで自ら時間してるのがバイパーさん。ラウンド1ファイト。バイパーさんはね、ガルシム戦大好きです。大好きですね。前ハイモンファイブで5人で組んだんですよ。ありましたね。ガルシム担当はバイパーさん担当が決まってたらしいんですよ。あ、同じホーク5人でもキャラによって担当が違ったと。得意なのは全然。あー、見てからかな。おーおー、一発すんだね。あ、おーおー、横にゼロっとスライディング。うわー、さすがにここはリバーサ出す。あそこね、めくりドリルだと生きてることが多いから、ね、あー、なるほど。うおー、大パンスカシが着地に大分。さあ、遅すぎる。遅すぎる。違和感があるぞ。さあ、これはお釣り確定。別に痛くないですよね、あれ。そうなんですよ。さあ、危ない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 。さあ、見てるか。おー、怖い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 。えい、さすが、やば。さすが、ダルシム担当。あのホーク来ないっすね。さて、どうしましょう。僕は行かないっすよ。おっと、僕は行く気ないよ。2回転はもうギブアップ宣言、やる前から。おっと、セロさんが来たがってる。さあ、セロ様が行く。こんなはダメです。こんなダメ。おいおい、はい、じゃあシャル。シャル君はキャラは何するのかな。 DJ？ あ、バイソン。おーっと、ここはちゃんとバイソンで来る。ちゃんとっていう言い方もおかしいですけどね、うん、さあシャルバイソン。ただこの対戦もバイソンこけたら死が待ってるので、真ん中で死にますからね。真ん中で死にますね。あれ、完璧にやるのは方向がすげえむずいですね。あっ、タチコパンで歩いてきて、あっと、食らったら、あっと、わーい、うち。あるねー。じっくり見ここは太陽キャラの方が強いと。そうですね。ホンダ、あー、ごめんなさい、バイソン側もただ本当最新の注意を払って立ち回る。そうですね、本当に。おお、怖い怖い。全然やばい。さっきはそこから大体風が入ってましたね。さあ、ダイヤ引き入って、シャル君頑張ってほしい。さあ、タスキオープン。あー、打ち取れなかった。さあ、これで残るは3対3ですね。ワンピーまだ出てないのがユーズル、カワシム、シュー。ユーズル、カワシム、シュー、誰が行く。じゃあ私行きましょう。シューが行く。でマイクに変わります。これね、超遅いからね、コンボがね、若干なんか難しい感じで、普段の感覚と違って、でも、感覚はすごい狙いやすいみたいな。簡単になりますね。そうですね。スカ角まで狙いっていうようになる。スカ角まで狙い。あ、スカ角はもう余裕で、いけそうですね。竜の台足とか、かなり、はい、あ、いけるみたいな感じで。例えば、関西の方って、一足結構やってる。あ、いましたか。あ、いや、ただ、聞いたら1速と3速だと差がありすぎるから、うん、間を取って2速にしようっていう感じで。いや、主流なんですね。そうですね。おお、なんだ今の。あれはね、アッパーにすることで、はい、そこの昇竜拳に一方が来るんです。へえ、読み合いなんですよ。あ、そうなんですね。まあ、なので2速だったのでまだ戦えた感じはしましたけど、1速だと遅すぎて、なんか今まで感覚違うじゃないですか。
この遅さですからね。うん、おっとこれ長くやってると慣れてくるんですよ。まあこういうのって人間慣れるの早いですからね。おっせーとクレームが入りました。まあさっきとのねバルオブサーボ読んでやった後のねこのステージやったらそりゃ遅いって感じますわ。すげーな確かに。さあハードを、あータンパク食らう。これタンパンチもその裏くるんって回った瞬間に勝利を仕込めそうですよね。うまく頑張った。このスピードだったらやる人いない、ね、やれそうですよね。しかし厳しい。シャルが2連勝であと2人ニュートルカオシム、どっちがいく。これは悩みどこですね。残すは 2P 側はシャル2回転ケロ様、青木サイコロ、はい、あはい、青木サイコロ様。さあここでカワシムさん、カワシムが行く。おなんで言ったらやばいでしょ。さあここで6番手カワシム。うわっファイヤーで燃やして、これはどうする。おっ鋭りが当たんない。おせえとこれはおせえって言いますわみんな。さっき言うてはこの体力か、ダルシム側はこれね、見てからクレイジーが超出てきやすいですよね。罪ですね。だってこれファイヤー見た瞬間にあ、いけるみたいな感じでやるのもう全然間に合うんだ。今のも浮いたのを見てからやばいですよ。カワシムがいつもの自爆行動が全く通用しないスピードになっているので、あーそっか、カワシムさんの自爆っていうかまあね、うん、ムーブは速さがあってのものだと思うんで、速さがないとね、カワシムさんはかなり厳しいかと。さあ、アントビバッチリアルティクレイジャーガードガード、うわー大足が減ってどうなる。あー辛い、これはとても辛い、とても辛い。おあおある、これは一気に来た、一気に来たか。いやうっ、あー釣られた釣られた。そんなの見てからヘッドを、はい、逆利用。そうですね、今のはお互い見てからの精度が高いのもあってうまく使えたってところですかね。さあアントビちょっと高い気がしたが、タッチ中継でお返し。さあヘッド割り込んでアントビ高いが投げ返して、これは投げて裏、しかしゲージ持ってるぞ、どうする。うわあ、これはしょうがない。大将ユーゼルさん、さあシャル3連勝で大将ユーズが引っ張り出す。やっぱシャルさんそろそろ総大戦で大将張ってもいいと思うんですよね、この強さ。これね、実は負けると 青木サイコロさんと僕なので、はい、やばいです。結構やばいです。ニカさんでもキャラは自由なんで何自由ですけど、 DJ に被せるキャラって僕使えないんで。はい、ニカチュンディーは？カチュンディーダメなの？ダメ。あ、まあ確かに。かぶせるんだったら、S 流かなって。あ、あえての S 流。S 流はね、そんなに。おぉ、今、プラ吸いましたよ。ダメ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 。スライディングは甘いです。甘い。なるほど。バイソン使いが言うなら間違いないですね、これは。さあ開幕はユーゼルさんがうまくエアスラを打ちまくっていたが、さあじっくり待っているゲージを伸びきた。しかしハッパーがアントビ早い、サビ飛びがむずい、サビ飛びむずいですね。おっとこれはうわ大系が超減る。おお5番いいですね、今のはいいですね。うわまだこれ分かんない。うガードよくエアスラ打った今の。おお打ちまくり。どうせクレイジー出さないだろ読みですね。相打ち痛えな。さあガンガン攻めるが表アントビ、相打ちは DJ 分が悪い。うえ相打ち、これは打った。あそこは大丈夫、あそっかグランドの圧だから大丈夫。ヘッドも食らわないんですよ、DJ は。
ガルシマぐらいじゃないですか、クラロ。ヘッド見ている、アズリ待ちに、どっち下がって、グランブ上手い、うわー、アズリ、うわー、あー、なでかく。さあ、サルが締めて4連勝ですね。シャルさん、強えわ、はい、というわけで、はい、スーピーが2回勝ったので勝ちでーす。はーい、おめでとうございます。ありがとうございました。なかなか楽しかったですね、今回の特別ルール。4足からの1足、スピードやめよう、これスピードもういじらない、いじらない、面白かったけどね。はーい、ありがとうございました。はい、今日はイベントここまでとさせていただきます。はい、では皆さん、ロジアやっていきましょう。個人的にお気に入りのルールがやっぱり得点制 の、 あの4万点オーバーで、あれ面白かったよね。あれ個人的にすごい好きでしたね。特殊ルールで意外に盛り上がった。いや、あれは熱いですよ。点数重視にするか殺しに行くかみたいな。セービング、 Thank you X ゲーマーズ、 Thank you X ゲーマーズ。
Walking, 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 walking
Yeah.
チャコラウンド1ファイト
Round two, fight! Fire!
Round two.
Fire!
Don't fight!
Fight! Hold on higher!
Fire!
Fire!